ゼンフォン2はいろいろASUS 独自のアプリも入ってます。それはね、この ASUS っていうグループと ZenLink っていうグループと、あと MyASUS がそれだと思うんですけれども、順番に見てみましょう。ASUS ね。これファイルマネージャーが入ってますね。まあ、いわゆるファイルマネージャーですね。まあ、一般的なものじゃないでしょうかね。で、時計ね。時計だわ。メール、天候。まあ、この辺はもうごく当たり前のものなんで。オートスタートマネージャーっていうのがあるね。これなんだかっていうと、これね、OS が起動した時に自動的に実行されるタスクを許可したりディナイしたりすることができるんですよ。これメモリーを節約できるんだろうね。こういうふうに許可したりということができます。あ、そうなんだね。やっぱりそうなんだね。メモリー節約するためにはディナイしてくださいよと。当然こういうね、セキュリティソフトとかディナイしちゃったらまずいからね。まあこういうふうにすぐ起動する必要がないタスクはディナイをしといた方がメモリーが節約できますよと。これいらないよね。ほう。なるほど。こういうふうになるよと。ドクターセーフティ、これもいらない。こういうふうになるんだ。こんなふうにやっていけばいいのかな。で、次。電卓はまあ当たり前なんで。で、省電力設定。ね。この画面だ。省電力設定ができますよと。で、スーパーノート。こういうのもあるんだよね。手書きのメモが残せるよと。まあ、はっきり言ってどうでもいいな、これな。で、ウェブストレージ。ああ、なるほどね。ASUS ウェブストレージ。キャプチャとアップロードが即座に実現ということだ。撮った写真が自動的にクラウドにアップロードされるよと。よくありがちなやつだ。で、次。オーディオウィザード。これは何かっちゅうと、まあ、イコライザーなんだね。音楽モードとか動画モードとかゲームモード、シチュエーションに最適なサウンドにできるよという話だ。で、スプレンディット。なんだこれ。なるほど、なるほど。画面の色味を変えることができるよという話だね。そうなの。